ZG21 今回はスパイクレスではなく、はい、ソフトスパイク、はい、これは重さも履き心地もグリップ力も妥協ゼロのシューズらしい。妥協ゼロ、はい、すごいな。ZG21 AKA 妥協ゼロ出ました、はい、出ました新作。あのレッスンしながら楽しくランしていきましょう。ナイス、はい、じゃあお願いします。ナイス、はい、あの皆さんお気づきだと思うんですけど、はい、今もうグレーの助言によって、はい、僕今絶好調なんですよ。絶好調、絶好調なんですよ、うん、まあ、題して、ゴルフの活性化ラウンド、うん、だから僕らアマチュアでは考えてないこと、プロだからこう考えてることをどんどん、うん、いろいろ話しながらね、そうそう頭で考えていく、どん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 、うん、でその意識が変わってくれば、まあ、今すごい直結してるわけです。なるほど、うん、だから僕らも成長するし、うん、見てる皆さんもあこういうシチュエーションではこうやって打つんだみたいな、ね、うん、そんなラウンドです今日は、うん、いきます。しゃあ、しゃあ、よし、しゃあ。今一つ思ったけど、これでベースとか出そうなわけじゃん、うん、それも今日新しいこのシューズを履いてるおかげかもしれないんだから。いや、あるよ、ね、あるよ。でしっかりグリップされてるあれがねあるっていうね、あるよ、うん、じゃあもう一回さっきのやってみる。さっきのやつ中に入れてですよ、ね、さっきぐらいでも残るでしょ。あ、全然全然大丈夫ですね。やっぱり右行くね。あれこれまたグローバルさんじゃん。さっき外してっかね。これは入るっしょ、イエローさん。いやこれは、うん、トゥーマッチイージーです。天ぷらで届かないパターンもあるよね。なんか今日打ち込むんだよ。ナイス。大丈夫。ああ、ああ、やばい、キックが悪い。あれでキック失敗です。リーダーの2打目。カサカサ言ったけど、どこ行った、抜けました？明日？風が左から右だからどうですか？グレーだったらどうやっていきますか？これ。これはね、これは絶対上げちゃいけない。上げちゃいけない。だってこのライン見てください。傾斜がこういう傾斜？はい。こう低い。はい。だからってことは右が高くなるから打った瞬間にダフるよね。なるほど。ってことは上げれない。低めってことですか？低めで、こんな左空いてんだから左に乗せちゃう。あ、なるほど。アマチュアの人だったら左に乗せちゃう。それかもう手前でいい。それ手前でいい。うん、この傾斜なりに振っていって、この傾斜なりに構えない。なるほど、うん。傾斜なりに振れば、まあ、自然的に上がるだろうっていう感じってことですね。上げる。上げるっていうか低い球で、あのさっき今イエロー言ったんですけど、うん、左に乗せるっていう考え。あ、なるほど。なので、そのまま左に磨けて、傾斜なりにクラブを入れてあげない。行ってみよう、やってみよう。おい。おー、うめえ。うまみ。なあ、惜しいけど今のうまいよ。イエローさんうまいよ今のは。ナイスナイスナイス。やべえ。リーダー3打目。80ヤードぐらい。80ヤード。これも、よし。当たったらしょうがない。もう当てていってもいいぐらいですね。あ、ナイス。と。完璧。ナイスです。はい。これは、はい、ちょっとさっきの止まったイメージがあるので、うん、そういう時はちょっと球を強くします。ああ、なるほど、はい、ちょっと
あとランを増やしたいっていう。インパクトを強くするっていうイメージですか？そういうわけでもない。振り幅をちょっと大きくする。振り幅を大きくする。はい。はい、40だから、30。30。うめっす。うめっす。ありがとうございます。うめっすよ、これ。さあ、イエローさん。ここをうまく出せれば、ベストもあるぞ。あ、ナイスアウト。いや、全然いい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 。え、ナイスアウトでしょ。え、上手かったでしょ。うん。え、教えちゃったの。え、なに、ま、不満げ。え、不満げ。ダメっしょ。え、あれダメっしょ。いや、いいでしょ。全然ダメっしょ。あ、そう。うん、ワンピーナイじゃないと。あ、そうなの。うん、107叩く人よく言うよね。いや、なんか入る気しかせん。リーダーのパッドが入る気しかせん。マジで自信が満ち溢れてる。自信なんですよ、全て。やべ、また来たぞ。よし。やべえな、狙い方がさ、イケイケだよ、ね、イケイケだよね。さあ、イエローのパーパット、内容がいいからな、イエローな。やっときっと、あー、切れない。だけどナイス、ナイスボギー、ナイス。今のところパーとボギーしか出ません。あ、本当？やばい。おお、いいね。ナイス、ナイスボディ。ありがとうございます。鳥からのバーディー何個目みたいな。チャラ。チャラ？もう3バーディー？チャラ。やマジで？やば。カムバック。カムバックよっしゃ。え、もう、え、チャラもう。おかえり。やば、ただいま。おかえり。ゲットベッテ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 ッ。もうちょっとそれだよ、それなら分かるよ。いいの全然分かんねえよ。しょー、もうね、見てね、気持ちいい。うん、うまいよ。よっしゃ、うまい。しゃしゃ、ちょ、左だけど大丈夫っしょ。ナイス、林入っちゃった。いや、林まで行ってない気がするけどな。行ってない線か、行ってない線か、行ってない線か。ワンタッチ。よいしょー、いいつかまり、左だけど。まあ、セカンド打てるかな、あれ。ちょっと捕まり気味だね。ちょっと、なんか始まった、始まった。あれ。なんか始まってたけど。5番でゴロ。はい。で、これもさっきやった。でも一回再撮って。はい。ナイス。ああ、ちょっと行き過ぎた。やりすぎた。ああ、けどいい。いや、いい、いい、いい。ナイス、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 ナイス。落として曲げる。そんなに？で、少しハーフトップ気味に、キック気味に当てる。おぉ、 出た、危ない。傘がね、気になるよね。気になるよね。なんかもう2打目でレイアップして出した時にメンタルがやられてると、
すると次3段目何するかというと振りたくなるらしいんですよ、うん、そこでです。でこう構えた時にあんまりラインもよくないし、左がもうすごい広く見えるんですよ、うん、でグリーンが右じゃないですか。ってことはこれもう脳でもう力むんだよ、ミスってるから。なるほどなるほど。そうすると振っちゃうと左のバンカーあんなでかい口開けて待ってるんですよ、うん。で左のバンカーだけは入れちゃダメなところってことですね。で、あそこの左のバンカーの縁が153なんで、うん、届かない距離、7番です。7番で行くんだ。じゃあもう乗せに行く感じではなくね。うん。まあダフったけど、それで結果オーライってことですね。うん。内緒内緒ではないけど、うん、事故ってない。5番でこれも、右の方が広いので、はい、右狙っていきます。いい、すげえ。よいしょ。おっ、おっと、はい。なんで今4番から5番に変えたんですか。4番でなんかコントロールして、あ、さっき言った、うん、左に行くよりかは、うんうん、ちゃんとしっかり5番、1番って下げてしっかりコントロールしてるっていうこと。175、まあ、さっきちょっとショートの仕事もらった左足少し引き気味で、それで引っ掛けがどれだけ軽減するかちょっと。左足引き、いや、引っ掛けてるんだ、思いっきり引っ掛けてるんだ。え、あー大丈夫だね。思いっきり引っ掛けたね。結構引っ掛けましたね。余計引っ掛けた。確かに難しい。90ヤードぐらい。はい、はい、4打目54、はい、85。あ、なんかすごい、なんか今日1日でバウンスの使い方がすごい上手く見えるんですけど、どうすか。うまいです。うん、うまい、うめえ、うまい、うまいよ。ナイス。ちょっとでかい。でかい？どこ行った？あなた。え？あなたその脳の80の脳で90打てるの。90打てるんだ。そう。割り増しだから1割増しです。なるほどね。あ、オッケー。飛距離伸びてんの。あの木狙います。ま、正面の木を、うん、逆に狙う。狙う。両どっちかに避けてくれる。ああ、なるほど。めっちゃうめえけど、めっちゃスレスレやん。あれ乗った？見えねえ。乗ってる？おお、めっちゃいいじゃん。イーグルパット？はい、イーグルパットや。イーグルポイント、イーグルポイント。所属、所属、よしや拓郎元所属。来た。うわ、ちょっと強かった、ちょっと強かった。ボギーだったら全然いいね、うん、頑張って入れろ。順目なんで大丈夫そうです。今年の目標はパワープレーと5号してたからね。いやー、やった、これやったな、やったな、これやったな。ほら割り増しだってねえ、やったな。今割り増し料金払わなかったんでしょ。払わなかったですよね。ただ乗りしようとしたんだ今。今あのパーツ切ったよね。パターは自信なんでね。いや、わあ、惜しい。まあこれが割増料金払った人と払ってない人の差だね。差だね。分かったよ。分かったよ。しょうがないでしょ。結果論なんだから。誰から行く？あ、俺が行っちゃう。はい。まあ開始ですからね。まっすぐ打つだけなんだね。自信だね。 いいとこ向いてると思う。弱いよ、弱いよ。めっちゃ緩んでた今。めっちゃ緩んでた。ちょっと今自信なくしたな。じゃあ俺も自信でいきます。バーディーパットですからね、自信で、はい。
ない、うわあああれ OK ですよ。さあイエローの狙いすぎたな今な。ボギーパット、ボギーパットちゃんと打ててるから自信しかないから。いや、いいとこにセットしてる気がするぞ。きたー、ナイスボギーナイスボギーナイスボギー。何オーバーだ、5オーバー前半いくつでしょうか。前半ですか、はい、4-1です。 4-1 で来ました。もうあの107叩いてたあのクソゴルファーとはもう大違いでね。ですね、間違いないですね。はい、ちょっとこのままちょっとベストいけない、はい、イエローに負けないように、はい、なるほど。2打差でしょ。2打差、うん、あ、マジですか。 4-1 で、 4-1 です。だからちょっとね、イエローが 4-1 だったので前半、はい、あのちょっとベストがね、はい、狙えそうな感じなので、はいはい、企画を変更しまして、そう、対決したかったんだけどね、うん、そうだね、ここ組んでまたグレー倒すっていう、うん、あのアディダス恒例シリーズをそうやりたかったんだけど、そうそうそう、ちょっとこのままこのままやります。このままちょっとイエローベスト企画これ大丈夫、ウィズアディダスこれ、ね、これ仲直れしないですか、大丈夫ですか。あの後半も変わらずグレーの、ちょっとアドバイス、あの、はい、プロのゴルフのをちょっともらいながらね、そうやっていきましょ う、 ゴ ル, フかのゴルフの活性化ラウンドなんで、うん、はい、どんどん刺激を出て、シワ増やして、じゃあイエローベストやっちゃいますか。やろう、やっちゃいますか。だって88だもんベスト。まあでもグレーいるから、うん、心強いから、うん、だ大丈夫だと思う。俺は全力でじゃあ応援するわ、この後半。イエロー、ブルー、うん、レベル上がってきちゃった。40?6 だったらいいの。46まで OK、 46まで OK、 46まで OK、 OK。めっちゃほろってるよ、後押しになってる。イエローのベスグロかけた戦い、あー、あ、抜けた、大丈夫、あ、抜けた、フェンスあるし大丈夫そうだね。あー、大丈夫ですね。じゃあ、お願いします。しまーす。ちょっとダフりました。ちょっとダフりました。珍しい、マスター、マスター。ちょっと今早かったダフりました、今マスターだけど、ほろってるから、はい、ね、風も計算してのダフりですから、あれ、はい、飛んでくれるんでね、ダフっても大丈夫なんで、天ぷらでも飛ぶんで、天ぷらでもいいね、うん、じゃあ後半もシュッシュ。4-1、4-2、4-1だったら8-2だからな。いやー、ナイス、ナイス、あー、ナイス、いいね、右、右、もしドローかかってくれる、ほろってますからね。きた、完璧な、いいドロー。いや、いいね、今のは。いい感じだね。完璧だな、これは。負けねえぞ。270。ペアペアペーウッド。このラインが悪いときは、はい、ちょっと中入れて、ちょっと打ち込む。あ、これキャロウェイで。はい。いや、マジ？これ届く？届く？かな、届く？行ったかな？届く感じなんすか？わかんない。今全然当たってないよ。当たってない。ヒール。得意、得意の。さて。250。飛んでんじゃん。グレーより飛んでんじゃん。だって。え？ドライバーじゃないからね、あの人。250でも安全にアイアンでいくと。リスクを回避していけ。5番です。はい。オッケーオッケーオッケー、いいいい、ダフってもいい、ダフってもいい、いいいい、あれでいいです、ダフだよって言おうと思ってメッチチャンス、メッチャンス、めっちゃこんぐらいの風だったらちょっとどんぐらい削った方がいいですか。これはね、12、15、
15ぐらい削った方がいい。そうマジね、ほらうまいんすよ。この短時間で。バンスの使い方がね。54です。はい。おい。いったな。ナイス。おいナイス。ナイス。できすぎてね。あれでバーディーパットだもんね。やばいね。やばいよね。めっちゃちっちゃ。これはしっかり打たないときついですね。バンカー。バンカーですね。バンカー越えないと。ああ、ちょっと出したのが出したっすね。リリー当たればボコボコなんだけど、ね、確かになんか左足下がりみたいになってるね。大丈夫、うん、これはバンクを鳴らす気はないじゃん。確かに冷気あんのにね。ひどいね。冷気ありますよ。こういうのはあのちょっとちゃっくりしたやつ。確かにあるね。でこういう時は、はい、秘伝ヨシヤの技。秘伝ヨシヤの技、はい、五角形がいいです。五角形、はい、えどういうこと。こうじゃなくて、はい、ああそういうこと。腕をちょっと柔らかく肘曲げってことですか。そうするとグリップエンドが支点になるわけです。へえ。それであああなるほどね。けど柔らかいですね、タッチがね。へえー、なるほど。ドテドンドテドン。うめえうめえうめえ。予定より行っちゃったら。うん。だけどうまいっすよあれは。さあバーディーパット。はいバーディーパット。うん。裏パットうまい。言い聞かせないと。裏パットうまい。うん。オッケー。ちょっと左ずっちゃったな。ナイスパ。ユロさんバーディー取ったらもう確定だな。いや確定ではない。後半の一番ホール目だよ。いやバーディー取ったら確定でしょ。いや確定じゃないんだから。王手。これでこの辺自分の中でこの辺オーバーすると思って。OK。この辺。え？引っ掛けた。引っ掛けた。引っ掛けた。OK。ありがとうございます。ナイスパー。なんで引っ掛けんだろう。球見てないのか俺。え球見てないの。球見てないの。打った瞬間の記憶がない。そこだけ意識飛んでる。この記憶がない。あ、来たね。来たらしい。余裕です。ナイス。ちょっと良かった。ちょっと良かったね。ちょっと焦りましたよね。まあ、でもナイスですね。さあイエローさんがパーを取っていく。いやパーを取っていく。すごいからプレッシャーがね。あなたそのカメラ越しのね顔がね悪い顔してる。お前絶対ベスト出せよみたいな。